テオパンテクアニトランの遺構分布図リシンと複合にある、半地下式、中庭テオパンテクアニトランは、メキシコ、ゲレロ州東部、南シェラマドレ山脈山中のアマクサック川と、南側に屈曲して流れるメスカラ川に挟まれた、標高600メートルの平坦な大地上にある、先古天気中期に繁栄したオルメカ文明の遺跡である。名称は、ナワトル語で、ジャガー神の神殿を意味する。 レオン山の北東方向に ABC 軍と呼称される3つの移行軍とニーダーベルガーによって調査されたローメリオス地区とが1.6平方キロメートルにわたってこの遺跡を構成している。A 軍は C 軍の南西1.5キロメートルの位置にあり、B 軍はレオン山の北東の平坦地に N-18 度 W の主軸線上に建造物が並んでいる。B 軍に隣接して 南西方向のレオン三斜面に A 軍がある。C 軍は大規模な建造物2基、球技場2基をはじめとして、数機の小規模な建造物と広場からなっている。A 軍に隣接するようにして、半地下式、中庭で有名なリシンと複合がある。テオパンテクアニトランは、メキシコ国立人類学歴史学研究所のガダルーペ、マルティネスドンファンによって、 洞窟からの保護のために1980年代前半に調査が行われた。テオパンテクアニトランの変年は古い順から I3 スリーに分ける考え方と7つの放射性炭素年代測定サンプルによってスリーをスリーと放気に細分する考え方がある。表面最終調査と土器編の分析によってテオパンテクアニトランが反映したのは数期スリーであることが判明した。 愛機は -1423 プラスマイナス -112BP-1390 プラスマイナス -126BP の年代が得られたサンプルによって位置付けられ、後者のサンプルは、その時期の公共的な石は、儀礼的な用途に用いられた建物の壁や床面に、使われた特徴的な黄色っぽい粘土に含まれていたもので、その建物が機能した時期の加減を示す。 時期の指標となりうるものである。具体的には大ね紀元前1200年から同千年にあたる時期とされる。この時期には、地震と複合に高さ1.2メートル、短辺26メートル、長辺32メートルの長方形のプランを持つ土製の建造物が築かれた。その建造物の内側には、半地下式、中庭が作られたが、通気に改造されている。建物の表面は、 前述したように黄色っぽい粘土と突き固められた土によって作られた。愛機の建物が建設された時期にすでに南側の階段を様式化したジャガー神の顔を表現するように作ったようである。テオパンテクアニトランの半地下式中庭にある石堀。二号記念碑か四号記念碑ただし、一号と三号もほとんど変わらない。通気は、 紀元前1000年から同800年の時期で、マイナス844プラスマイナス 58BP、マイナス822プラスマイナス 117BP の年代が得られたサンプルで位置づけられる。理心と複合では、土星建造物を石灰岩のブロックを用いて覆って築かれている。建物の床面に設けられた溝の壁面にも、そのようなブロックが用いられている。 この建造物の内側には18.64.2メートルに達する半地下式中庭が設けられ、その半地下式中庭を巡るような回廊状の構造になっている。特筆すべきなのは半地下式中庭の壁面に北東隅、北西隅、南東隅、南西隅にそれぞれ2、3、1、4号の逆 T 字型の推定3トンに達するであろう。 巨石を用いた記念碑が据え付けられたことである。これらの記念碑には新社を含む若い官僚が塗られ、オルメカ様式独特の口をヘの字にして上下の顎から牙を生やし、胸に X 字の紋章をつけ、吊り上がったアーモンド状もしくは水滴状の目を持つ様式化したジャガー神の顔を刻んでいる。ジャガー神は松明上 もしくは植物状のものを両手に持っている。半地下式、中庭の内部には、73メートルの小規模な建造物が並行して、並び球技場であったと考えられている。春分の日になると、北東の石堀、すなわち二号記念碑と南西の石堀の影が、日の出と日没時に、球技場の中央部に伸びるように配置されている。この4つの石堀と、半地下式、中庭については、 4期の石彫りは、マヤ文明に先行して、世界の四隅を表す、擬人化された山で、世界を担う神々であるとともに、ヨハしらの対立している神々であって、神格化された旧儀者として、太陽の運行を支配し、再現すると考える研究者もいる。半地下式、中庭のある建物の南側中央にはタイになる、階段があり、東西方向へ降るようになっている。 その階段を振り切った位置には両脇にいわゆる炎の眉のモチーフを持つジャガー紙と推察される猫形神の頭部が付けられた欄干がある。なお、この時期の離神と複合の北側には平石で三号建造物が作られている。通期には英軍の西側の谷部分に築かれた湧き水や山から流れてくる水を貯めるダム様の構築物が作られた。このダム様の施設の近くからは 墓が発見されており、現室にはすでに疑似アーチの技術が用いられていた。このダム様の施設につながるように幅70から90センチメートル、深さ0.9から1.5メートルの水路が、高さ1.2から1.9メートル、幅50から75センチメートル、厚さ20から40センチメートルの石灰岩のブロックで築かれ、外石がされた。 この水路の長さは100メートルに及んだ。この水路の用途は、農耕地の考えのためと考えられている。スリーは、紀元前800年から同600年頃であるが、スリーと放機を細分する場合は、スリーをマイナス790プラスマイナス4 2 b p のサンプル年代により、紀元前800年から同700年とし、放機を マイナス683プラスマイナス 69BP、マイナス610プラスマイナス 12BP のサンプル年代から、紀元前700年から同500年に位置づける。本校では、前者の考えに従うものとする。スリー機の建造物は、加工をあまり施さない素製の石材が多用されたことに特徴がある。英軍の境界部分に6機の建造物が作られ、 地震と複合の中心部分は通気の建物の壁面を利用したテラスにされ、北側に655メートル増築された。このテラスの壁面にはレリーフが施されているのが確認できる。東側と西側には何も刻まれていない石ブロック様の岩が石碑のように建てられ、その石碑の前にはそれぞれガマガエルを刻んだ石堀が置かれている。この 石碑と祭壇の組み合わせは、イサパや、さらに後の古天気マヤにつながると考える研究者もいる。これを裏付けるかのようにイサパやグアテマラ高地との関連性を伺わせる人頭像がテラス壁面に取り付けられている。西側の石碑の北側と南側から成人1体、子供4体の埋葬が検出されている。成人の埋葬は、河原家一点を伴っていた。 子供の埋葬には真珠書きで作られた幾何学的な装飾品が伴い、近くにある犬の埋葬にも同様な装飾品が伴っていた。また、子供の埋葬のうち一体に接して肉食獣の遺害が2体発見された。拡張部分の東側には、通気の建造物を折って24.69.5メートルで、高さ2.5メートルに達する3号建造物が、 通気のダムにつながる水路を覆い、かつその水路の一部から持ってきたと推察される巨石ブロックを持ってきて気づいている。V 字の両脇に3個の円形石くれを置き、長い石ブロックで V 字を作り、その上に3個の円形石くれを置く。6.030センチメートルの壁画も設けられた。この3号建造物は2号建造物と体になって、球技状になっている。 通気に築かれた巨大な灌溉水路の近くに通気とは異なった大きさや型の石ブロックを用いて二つのピラミッド状構築物が築かれた。ピラミッドの壁面に用いられた石ブロックには棒状のものと反転もしくは円形のものがある。また石ブロックを二重の V 字状に並べており、これはタバスコ州のラベンタをはじめとし、ゲレロ州ではジャルカツイン語にも見られるオルメカ遺跡の建造物で、 頻繁に見られるもので、大地と水を象徴する、ガラガラヘビに関連するモチーフと見る研究者も多い。またスリー機には、地震と複合の北側900メートルの地点に、南北78.3メートルに達する大規模な、休憩場が作られたことも確認されている。テオパンテクアニトランには、ローメリオス地区と呼ばれる居住に供された地区がある。通期に、 拡大家族の単位で暮らしていたと考えられ、複数の家屋が中庭を囲む形で構成されている。S5 住居と呼ばれる石の壁の基礎を持つ長方形の建物と S6 住居と呼ばれる岩と丸石で基礎を築き、アドベの壁を持つ建物の調査が行われて成果が上がっている。ローメリオス地区では様々な生活用品が発見されている。 例えば、魚老用の重りと思われる切り込みの入った石や、防水車と推察される土製円盤、長方形のすり皿とすり棒が発見された。瓦家については、単色で調理用に用いられた大皿、亀、パチが見られた。一方で、土器類には生活に限定し得ないと思われるものも出土している。国船で、オルメカの独特な 避けた手のモチーフをセブンした平底で公園部が大きく、外反する皿、その他再色されて、黒線で文様が刻まれたもの、表面を白っぽくするためにスリップが掛けられたものの、他に、オルメカに、特徴的な人間と、猫化動物と爬虫類を掛け合わせた、信仰の対象の形になるよう型を用いて作った、円筒型で、明るい茶色の色調の土器も見られる。 またぽっちゃりした赤ん坊の形をした中空の土偶が、おびただしい良質度している。中空でない土偶は、彩色されて、ターバン状のものを頭につけていたり、前に垂れ下がる被り物をしているものが見られる。赤ん坊の顔をした土偶の中には、頭蓋変形を施し、後ろに巻いた紙以外をすべて反り落としているものも見られる。また装飾品として、島目のおやゲレロ衆参のジャモンガンを用いた、 薄い糸巻き状の耳は、おびただしい金運母製の小円板、鉄鉱石製の鏡が S5 住居跡から発見されている。住居跡の周囲には、屋外路や作業空間、貯蔵、埋葬、ゴミ穴などに用いられるフラスコ状土壕が設けられていた。ゴミ穴として使用された S5 住居跡のフラスコ状土壕の内部には、犬の遺骸が半分以上で、バルサス川産の生ズや、 淡水性の生き物、カニ、ウサギ、若いアカシカ、オジロジカなどが確認され、これらの動物が食料とされていたことが分かった。また花粉分析でトウモロコシが食用とされていたことが推定された。紀元前600年頃の先古天気の遺跡の分布、ローメリオス地区の家屋以降から発見された黒曜石は緑色を呈するものはわずかで、灰色と黒色が帯状になり、 独特の光沢を持つものが多く、このことはメキシコ中央高原より北方のイダルゴ州のパチューカなどよりもメキシコ中央高原周辺のトゥンバさんのものが主であったことを示している。家屋以降から検出される75%は3つの量を持つ断面三角形のプリズマティックブレードと呼ばれる石人であり、 特定の2箇所に集中していることから黒曜石のコアが交易によって持ち込まれ、明確に、どの場所とは限定できないものの、家屋以降に工房があって、そこで加工されたことを伺わせる。テオパンテクアニトランが交易の結節点であったことを推察させるものにおびただしい太平洋産の貝類の湿度がある。湿度した。 貝類は少なくとも8種類の太平洋産のもので、そのうち78%をピンクトダマザトララカという真珠垣の一種が占める。発掘調査によって、そういった貝類を加工した工房があったことを伺わせる。貝類の破片や削りくずが集中している箇所が S5 住居跡で確認された。スポンリルス貝を用いて作ったオレンジ色のビーズや、真珠垣や大型の巻貝を用いて作った。 ブレスレットなども発見されている。真珠柿を用いて動物をかたどったり、幾何学的な形に加工した装飾品は、主として儀礼を行った遺構であるリシンと複合で発見され、前述したようにその北側で確認された子供や犬の埋葬の副葬品としても確認されている。この真珠柿は、メキシコ中央高原のトラパコややトラキルコでも確認されており、 オトンバさんの黒曜石がゲレロ州にもたらされる一方で太平洋産の海類がメキシコ中央高原に持ち込めるような交易路の存在を伺わせる。各遺跡の調査成果などから複数の研究者が太平洋岸から南シェラマドレ山脈を横切り、フストラワカ、オシトテートラン、テオパンテクアニトラン、 甘草区加国を通ってメキシコ中央高原に至るルートがあったと考えている。ありがとうございます。